四代目桂ツラベマルは神奈川県横浜市出身の落語家。落語芸術協会最高顧問。本名、菅和勇。出林、コンピラ船。老曲曲師の玉川優子に次いで二番目の高齢芸人である。若い頃のキャッチフレーズは、ホワイトライス。聖火は、公安に薬業の名門で、祖父の菅和助は、故郷の千葉から横浜へ歩いてたどり着き。 裸一貫から菅和組を起こした立志店中の人物である。旧制科枕中学を経て、専門技術者養成の国策に基づき創設された、旧制東京都立科学高専を卒業。1946年4月、芝居関係の仕事をしていた兄の勧めで、9代目、竜亭芝楽の紹介を開始、5代目古根亭、今助に入門。古根亭今の名をもらうが、 師匠、今助の方針で寄せでの全座修行は一切荒らされなかった。1947年1月、二つ目突き出しで寄せの口座に上がる。1949年4月、師匠、今助の全名桂ツ丸を襲名し、新内昇進。1976年12月の師匠、今助死去に伴い、翌1977年、 日本芸術協会三代目会長就任。1999年、会長職を師匠、今助の弟弟子十代目、桂文治に譲り、顧問就任。2002年、最高顧問就任。おばあさんの今助と呼ばれた、新作落語派の師匠、今助に入門し、現在までその流れを組む新作落語一筋の落語家である。 前述の通りデビュー以来の新作派のためか、弟子の芸にも、同世代の話かと比較すると寛容であったとされ、桂米助ヨネスケがヨネスケに改名したことや桂ツ丸が、前座時代から、テレビ番組に出演するなど、当時としては、型破りな言動に出ても許容している。一方では、礼節や筋目には固執するところがあり、芸協会長時代、 石帝との意見対立で、上野鈴本演芸場から撤退したことなどは、師匠譲りの頑固者ゆえと囁かれた。家電製品好きで、知られ、まだそれほど普及していない早い時期から、ビデオカメラを取り入れ、弟子の稽古、初舞台の模様などを撮影していた。2008年5月に、古今帝樹助の弟子、金之助が、新内昇進し六代目今助を襲名したが、 彼の新内昇進時に特定の落語家のみを祝うわけではないと念を押しつつも、師匠の名跡、今助が復活したことに考えを覚えていると発言している。総領弟子で当時の芸協会長である桂歌丸が司会を務めていた日テレ、商店で新内昇進疲労工場が行われた際にも同様の発言を行った上で手締めの温度を取った。 2015年には落語家として4代目古今定信仰以来となる90歳を迎えており、この時点で東西落語界合わせて最高齢の話家である。2021年現在でも活動を継続している落語家としては最年長であり、現在も寄せを中心に活動を続けている。など、ありがとうございます。